街で出会う音楽とアートをキーワードに2016年よりスタートした名古屋の港町で開催される音楽とアートのフェスティバルです。さて本日は公募で選ばれた演奏家が街に滞在し街のさまざまな場所に音楽をお届けしたり演奏家自身も音楽や演奏家の在り方を模索するプロジェクトでもあるレジデンスアンサンブルのメンバーとともに音声配信を行いたいと思います。それでは、4人のメンバーの自己紹介から伺ってみたいと思います。小田さんよりお願いいたします。はい、ファーストバイオリンを演奏させていただきます。高田幸と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。セカンドを弾く、バイオリンの堀修司です。よろしくお願いします。ビオラを演奏します。鶴智美です。よろしくお願いします。チェロを演奏します。丹羽愛理です。よろしくお願いします。お願いいたします。今日から10日間お世話になることをとても楽しみにしてまいりました。最初に今日は、クラシックの中でもポピュラーで有名ではないかと思われますモーツァルトのアイネクライネナハトムジークから第一楽章をご挨拶代わりに最初に演奏させていただきたいと思います。どうぞお聴きください。
街の皆様の近くで演奏できたことが一番の思い出だと思います。これからまた我々は別々の場所に帰ってきますけれども、これからも皆さんとのご縁が続いていくことを心からお祈りしております。本日はありがとうございました。